こんにちは、モニカです。今回から何回かに分けてカトリックの秘跡についてお話しします。今回は初めなので、秘跡とは何か、それから秘跡の一つである洗礼についてお話しします。秘跡という考え方はプロテスタントではあまり馴染みがないので、なんだそれという方もいらっしゃると思いますが、これは神の恵みを目に見える形で受け取る方法です。秘跡は7つあります。洗礼、献身、聖体、許し、描写の問い、除戒、結婚です。それぞれの秘跡に目的があります。そして秘跡を受ける人にその目的を果たすための特別な恵みが与えられます。例えば許しの秘跡を受ける人には罪を犯さないように導く恵みが与えられます。7つの秘跡を全部覚えるのは大変ですよね。けれども秘跡の目的別に3つに分けて覚えると簡単です。まず洗礼、献身、聖体です。これはキリスト教入信に関する秘跡です。それから許し、描写の問いです。これは癒しに関する秘跡です。罪を許すとか病気や怪我の時に力を受けるということです。そして除戒、結婚です。これは交わりや使命に関する秘跡です。除戒とは聖職者になる権能を授ける秘跡です。そして結婚は夫婦の一生の縁を結ぶという秘跡です。カトリックの聖職者の動画でもお話ししましたね。司祭が秘跡を執行しますが、司祭の人格は秘跡に影響しません。秘跡を執行する司祭がどれだけ素晴らしい人でも、どれだけくだらない人でも、秘跡の効果は同じです。それは司祭は信者と神をつなぐ電話の役割を果たすだけで、秘跡を行うのはキリストご自身だからです。電話をかけるとき、電話の機械とではなく通話の相手と会話しますよね。 iPhone でも公衆電話でも同じように相手につながりますよね。どんな司祭、電話かではなく通話の相手である神を見るということです。大切なのは秘跡を受ける本人が準備をしておくことですね。今から洗礼についてお話しします。キリスト教の信者になるためには洗礼を受けなければなりません。そして洗礼を受けなければ他の6つの秘跡を受けることはできません。洗礼ってどういうことをするのかというと、父と子と聖霊の皆を唱えながら頭に水をかける、または全身を水に沈めます。洗礼を受けると霊魂に消えない印を受けて永遠にキリストのものとなりますので、洗礼を受けられるのは一生に一回です。洗礼を受けた後でキリスト教の他の教派に展開する場合も、有効な洗礼であれば基本的には洗礼を受け直すことはありません。洗礼の効果ですが大きく分けて2つあります。1つ目は洗礼以前の罪が全て許されることです。2つ目は洗礼によって新しく生まれて神の子供になり教会の一員になるということです。では洗礼を受けると決めた人が運悪く洗礼を受ける前に急死したとします。その人は洗礼の効果を受けられないのでしょうか？安心してください。その人は洗礼を受けることを望んでいたので同じ効果を受けられます。それからキリストの教えを知らないために洗礼を望むことができない人も、神を求め良心に従って生活していたら救いを得ます。カトリックの場合は洗礼名をつけます。これは聖人の名前からいただきます。私の場合はモニカですね。これはどういう意味があるかというと、その聖人を模範にするということ、それからその聖人はあなたと一緒に神に祈ってくれるということです。洗礼を授けるのは通常は司祭です。しかしキリスト教が禁じられていた時代の日本のように、司祭から洗礼を受けることが困難な場合や緊急の場合、例えば死が迫っている状況で洗礼を望んだ時は誰でも洗礼を授けることができます。洗礼を受けることができるのはまだ洗礼を受けたことがない人なら誰でもです。大人の場合は
キリストの教えについて十分に勉強して信仰を持ってから洗礼を受けます。でもカトリックの場合は幼児に洗礼を授けていますよね。あれはどういうことかというと、神が無条件に人間を受け入れてくださっているということです。洗礼を押し付けることがあってはいけません。幼児の時に洗礼を受けた場合は、成長してから信仰を持ちたくないと思っても無理やり信仰を押し付けられるということではなく、その後の人生で自分で信仰を承認して選び取るということをしなければなりません。そのことについて次の動画でお話しします。次回もカトリックの秘跡の話です。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。